に進化していったかっていうのをここスライドで見せていきたいと思います。1969年、これ見てください。ポリエステルの時はすごく非常にこれ平らでしたよね。This would be your spare ball, your これ今皆さんが使っているスペアボールの表面っていうのは大体こんな感じですよね。This is your thing. でウレタンになってこのように。This is reactive resin. This is pretty similar to like a breeze. リアクティブウレタン素材が出てきてこのぐらいまで表面の凹凸ができるようになってきました。トロピカルブリーズって今ボールがあるんですけれども。